どうも、祝岡です。今週の日曜日に行われる G2 マイラーズカップの最終予想をしたいと思います。まずね、今回僕の体調がもう本当ものすごい悪くて、編集と撮影がね、なかなかしんどい状態ということで、今ね、皆さんが見ているこの形なら、なんとか、撮れるだろうと思ったので、ちょっと今回はね、いつもと違う形にはなりますが、ご了承ください。もしね、こっちの方が普段もいいよって意見がありましたら、今後考えていきますんで、どんどんコメントの方よろしくお願いします。それでは、G2 マイラーズカップの僕の本命は、これベティドールですね。前走のね、この京都金杯っていうのは、内有利な馬場をね、ロスなく立ち回ったね、この馬にね、展開も馬場も味方したので、あまりね、過度に評価のできる内容ではないと思っています。ただ2走前のこの元町ステークスっていうのは、高速馬場の中でも勝利していますし、今回の穴っぽいね、メンツの中では一番ね、高速馬場に対応できるんじゃないのかなと考えてます。週のね、半ばの動画では、Z 短票の方ではね、開幕週っていうことで、みんなね、うちは譲らないと、馬場と展開の助けが必要なこの馬にとってはね、苦戦を強いられるんじゃないかなっていうふうに、僕は言ったんですけど、今回のね、枠の並び的にも、ペースっていうのはある程度流れて、この馬のね、末脚っていうのが生きる展開になりそうですし、馬群をね、割る力もあるので、道中ね、打ち下ろすなく立ち回って、直線馬群を割ってこれればね、十分勝ち負け期待できるかなと思っています。モンクダッション本命馬とさせていただきます。で、現状の対抗っていうところになるんですけど、一応対抗としてはソーバリアントですかね。前走の中山記念っていうのはね、位置取りも悪かったですし、ほぼほぼもうノーチャンスみたいな感じだったんで、ぶっちゃけね、このレースっていうのは度外視でもいいのかなっていうふうに考えています。で、2走前のマイルチャンピオンシップっていうのも、これ12着っていうふうに敗れたんですけど、今度はね、先行した馬にはね、もうめちゃくちゃ不利なレースで、十分これも度外視できる内容かなっていうふうに感じています。このレースね、馬も強かったですし、勝った馬も強かったですし、上位陣っていうのもね、結構いいメンツ揃ってたんで、これはね、仕方ない内容かなと思ってます。差し有利な展開をね、2番手で追走したことが、本当に明確な敗因だと思うので、金走っていうのはね、明確な敗因があるので、十分ね、今回巻き返しがあってもいいのかなと思ってます。で、3走前のね、富士ステークスまで遡ると、ここでもね、結構強いメンツとね、戦って、3着と好走していますし、やっぱり能力的なところで言えば、ここでもね、通用すると考えています。ただちょっとやっぱトップスピード、っていうところにはね、やっぱ上位陣っていうところには劣るんですけど、足を貯めることがね、できれば、そこそこね、いい末足は使えますし、展開噛み合えばね、ここでも勝ち負け期待できますね。あと先ほどね、現状って言ったのは、理由がありまして、前走はね、ここね、プラス22キロでね、マイルチャンピオンシップから中山記念にプラス22キロと、明らかに太かったですし、先をね、見据えた仕上げなんだなというふうに感じたので、今回ね、パドックを見てからという形にはなりますけど、そこでね、絞れているんであれば、対抗で、まだ太いなと感じればね、次に紹介する馬と評価をちょっと逆転させたいなと思います。続いてね、3番手評価っていうのはソウルラッシュですね。この馬ね、上がりをするタフなレースが得意で、決め手にかける馬なので、高速馬場っていうのはね、多少割引が必要なのかなと考えてます。昨年こそね、3着と好走してるんですけど、正直ね、舞台適性がそこまで高くないと評価していますね。適性的にはね、これちょっとマイルチャンピオンシップのようなレースの方が僕は高いと感じているので、狙うならね、ここかなと思ってます。こういう馬の一番の狙いどころはここかなと感じてるんですけど、今回ね、何より高く評価した理由っていうのが、追い切りがね、もうほんまに良すぎましたね。良すぎた。これ本当に前走じゃないわ。次のレースへのね、お釣りを心配してしまうぐらい今回の状態が良すぎるんですよね。えげつないね、時計出してるんですけど、時計以上にね、走りがね、やっぱ昨年からパワーアップしますね。昨年のマイルチャンピオンシップのね、本命した時言いましたけど、成長力っていうのはやっぱ高いですし、ここはね、自力の高さで、先ほど僕が話したね、不安要素っていうのを吹き飛ばしてほしいですね。現状ね、もし、ソーバリアントがですね、パドックでもちょっと太さ残るようであれば、ここソウルラッシュと、評価入れ替えたいなと考えてます。他にもね、買いたい馬としては、セーリフォスですかね。実力もね、実績も上位だとは思うんですけど、あんまね、今回の調教の内容っていうのが僕は好感持てなかったんですよね。
まあ、それでもね、まあ、いい枠引きましたし、まあ、鞍上もね、まあ、中内打厩舎に、川田騎手ということでね、もう本当心強く抑えっていうのは必要な一投だと思ってます。あと、ちょっと穴っぽい、まあ、現状5番人気か。まあ、穴っぽいところで言えば、まあ、トランキリテかな。僕ね、この前走の洛陽ステークスっていうのは、まあ、結構ね、ハイレベルなレースだったなというふうに感じてますし、勝った馬もドゥアイズと、まあ、重賞でもね、まあ、そこそこね、好走できるだけの力ある馬に今2着っていうふうに負けてるんで、まあ展開は向きはしましたけど、まあ京都でね、バッチリ走れるっていうところは見せてくれたんでね、まあ展開さえ向けばね、しっかり足は使ってくれますし、雨の影響っていうのがね、どこまでかわからないんですけど、ある程度ね、時計要す馬場なら好走してもいいかなって馬ですね。ほんで、まあ最後にね、まあ、この馬はね、ちょっと、あれですね、馬場次第みたいな感じですかね。トランキリテよりも、またさらにね、もうちょい馬場がね、悪くなるんだったら、日本ピロキーフってこの馬はね、ちょっと抑えが必要かなとは思います。現状ね、両馬場とか、多少雨ぐらいの、あれではちょっと僕は、買うのは、まだ早いかなと思いますね。ちょっと人気を、4番人気なんで、まあ、現状本当、両馬場、多少雨ぐらいの程度ならちょっと僕はまだ手を出さないですけど、当日ね、もう結構しっかりと雨が降るようだったら、このままも、評価が必要なのかなと思ってます。以上が G2 マイラーズカップのね、まあ、最終予想でした。理想はね、僕がこうやって印打った馬で、順当に決着してくれるのがいいんですけど、まあ、いかんせんね、最近ちょっと結果が出てなくて、まあ、それで体調が悪くなったのかわかんないですけど、はい。しっかりね、自走。来週のね、天皇賞春に向けて、まあ、フローラステークス、マイラーズカップ、どっちも当ててね、まあ、弾みをつけたいと思います。最後までね、まあ、こんな状態ですけど、動画を見ていただきありがとうございました。それでは、また次の動画で会いましょう。あざっしゃー。